今回は栃木県足利市の心霊スポット岩井山城跡に行ってきました。観音城または岩井山城は栃木県足利市岩井町の岩井山にあった中世日本の城です。足利市指定史跡でもあります。心霊スポットとしてはマイナーなところになっています。岩井山城跡で噂される心霊現象。1. 肝試しに行くと森林の奥から足音や音が聞こえる。2. 武士が鎧を担いで列を作り歩いているような足音が聞こえる。個人的には亡くなった武士の霊が見えるより、カスリン台風の犠牲者が大量に打ち上げられた場所らしいので、犠牲者の霊の噂がもっとあってはいいのではないかと思いました。カスリン台風は1947年9月に主に関東東北地方を襲った台風で、死者1077名、行方不明者853名という甚大な被害をもたらした台風です。カスリン台風による大雨で渡良瀬川の堤防も決壊し、多くの人々が亡くなっています。そして水死した方の遺体は渡良瀬川が大きく湾曲するこの岩井山周辺にたくさん流れ着いたとも言われています。現在岩井山の北側の岩井橋付近に台風による犠牲者を供養する慰霊碑が立っています。ここも心霊スポットと言われています。岩井山城跡を目指して登っていくと赤城神社が見えてきました。本殿への立ち入りは禁止されていました。真っ暗の神社は不気味な雰囲気があるものの、心霊現象の物音や足音は聞こえません。なんで立ち入り禁止なのかは不明でした。赤城神社周辺を散策していると、上に登る階段を見つけたので登っていきたいと思います。岩井山城跡は1590年長尾市没落とともに廃城となった場所です。岩井山城跡は足利市街地の南東、渡良瀬川の河道に挟まれた丘の上にあります。丘の最上部は本丸跡で平らなところを作り、周りを土塁で囲んでいます。土塁の東側の一部が高くなっていて、物見が作られていたものと考えられています。本丸の周りには帯ぐるわを作っています。東側の中央部には大手口があり、正面には石垣を組み角を作っており、その南側は三の丸と考えられ、平らなところを大きく作り土塁を回しています。戦国時代に足利を支配していた長尾景人が1466年に入城し、本拠とした歴史的な由緒ある城跡です。実際に行徳の乱で戦地になっていた場所のようです。岩井山城は行徳の乱において重氏の勢力下にある
下野における上杉方の唯一の根拠地でありました。岩井山城を拠点として下野進出を図りたい上杉氏と、ここの奪還して足利と下野の支配権を確かなものとしたい古学坊軍との攻防の最前線となりました。1487年、景仁の息子の景長の陣代となった長尾ふさきよが扇ヶ谷津上杉家の上杉貞政と結んで山之内上杉家に反抗の姿勢を見せたために、山之内上杉家の当主である関東官僚上杉秋貞に岩井山城を攻撃され、山之内扇ヶ谷両上杉氏による長兄の乱のきっかけとなりました。その後成長した景長は本拠地を足利城に移したために市場となり、1590年に北条氏に味方した足利長尾氏が豊臣政権によって所領を奪われると廃城になったと見られています。やべえ、めっちゃ蜂が追ってくる。やべえ、手に当たったし。やばい。さっきからずっと周りを飛び回っていたスズメバチに襲われました。幸い刺されることはなく、手にぶつかっただけで済みました。なのでビビって走って逃げています。手ついちゃった。いってマジで。右手懐中電灯持ってても痛いよ。マジこけると思わんかったな。気をつけてたんだけどな。枯れ葉は本当に滑る。危ない。動物だよね、この動いてる音。マジ。くそー。山にスズメバチに襲われて帰ってきている最中に、大きな物音であったり、山の方で人が歩いてたりするような気配を感じることがありました。実際に確認はできていないので、これが心霊現象だったのかはわからないです。動画のご視聴ありがとうございました。いいね、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。体験してみに。